ニケタス・コニアテス・ニケタス・コニアテスは、東ローマ帝国、ニカイア帝国の政治家、歴史家。中世ギリシャ語読みでは、ニキタス・ホニアテス。フリギア地方公内の貴族に生まれる。幼い頃に、首都コンスタンティノポリスにいた神学者の兄ミカエル、コニアテスに育てられて、学問を伝授される。後に、兄ともども文人として知られるようになった。ニケタスが、 フィリッポポリス知事をしていた時に、第3回十字軍が東ローマ帝国を通過する。だが、皇帝イサキオス2世アンゲロスと神聖ローマ皇帝、フリードリヒ1世が対立し、怒ったフリードリヒがフィリッポポリスを襲撃したため、ニケタスはこれを防いだ。その後宮廷秘書官、大法官などの要職を歴任する。1204年。 第4回十字軍がコンスタンティノポリスを襲撃した際にはニケタスの命も危うかったが懇意にしていたベネツヤ商人が彼を街の外に脱出させる。後にニカイアに落ち着いて執筆活動に専念した。中世の東ローマ帝国では最も優れた歴史家の一人とされている。代表作として以下の二つがある。ありがとうございます。